いい。それは聞いたけど、でもその子がやったって証拠があるわけでもないんでしょ。事故かもしれないんでしょ。それは昨日電話で言ってたんでしょ。植物状態だって。何が？ちょっと、どうしてそこで夏の森さんが出てくるのよ。化け物って何？何の話をしているのよ。やめてよ。何が悟りよ。バカみたい。何ふざけてるのよ。ね、ちょっと。ね、圭一郎さん。アキオ、あんた、まさか、夏の森さんが本当に、悟りなんて、悟りが実在するなんて思ってるわけじゃないでしょうね。嘘でしょ。あんたたち、どうかしてる。Thank you.
記憶を失っているって。記憶がない。私、力なんて使えない。わからない。それに妹さん。でも私、本当に死ぬ。私は本当に知らないんです。ここってあの子が。違います。私、突き落としてなんか。私は本当に力なんか、飛び降りさせてなんか。逃げてなんか、私どうしようって、誰か助けを呼びに行かないとって。でもどうしていいかわからなくて、柵の近くに行ったら人がいっぱい来て、それで私会っちゃダメだから。
ちゃん、トワちゃん。もうやだよ、やめてよ。平気なの？まさか。よかった。ミカ、本当に心臓止まるかと思ったよ。私たちが駆けつけたら、アキオとトワ崖から落ちていくところなんだもん。バカ！バカなこと言うからでしょ？もう十分トラウマになってるわよ。夢の中に出てきそうだよ。トキワさんでしょ？聞いたけど、待ってられるわけないじゃない。そうだよ、おーちゃん一人じゃ心配だもん。
それってどういう。私は何が。殺し？そんな。
てないんだけど、一通だけ書いたことある気がするの。でも、届かなかったかなって気もするの。